ちょっといいですか？いや、ティーゼ、何してるんだ？あ、キリト先輩、どうも。実はちょっと、これから獣退治に行こうと思ってるんです。獣退治か。俺も一緒に行こうか？いえ、私一人で大丈夫です。ちょっと訓練したいので。そうか、でも一人だと危なくないか？大丈夫です。では失礼しますね。あ、ティーゼ、どうしたんだろう、あんなに急いで。ま、キリト。よう、ユージア。なあ、今さっきティーゼと会ったんだけど、一人で獣退治に行っちゃったんだ。え、一人で？心配だな。悪いな、ティーゼがなんだかすごく急いでるみたいで引き止められなかったんだ。どっちに行ったかわかる？あっちだけど。まさかお前後をつける気か？ああ、悪いけど心配だから。それじゃあ。ああ、待てよ、俺も行く。ここ確か左だったわよね。あ、ユージオ、ティーゼが左に曲がったぞ。し、大きな声出したらバレちゃうよ。悪い、でもどうせついてくなら白状して一緒に行った方が良くないか？あのね、ティーゼが一人で行きたいってことは何か考えがあるはずなんだ。声をかけちゃったらその考えを邪魔するみたいで悪いよ。けど心配で後をつけずにはいられないってことか。ちょっと人聞きが悪い言い方だけど、そうだよ。だって魔獣が出たりすれば一人だったら危険じゃないか。まったく、ユージオ君は心配性で仕方がないな。よし、ここは一連託書。俺もティーゼ君の尾行に付き合うぞ。尾行って人聞きは悪いな。それにキリト、君はこの状況ちょっと楽しんでるよね。いやいや、まさかそんなことはないぞ。そんなこと言って油断してると大沼アブに刺されるよ。この辺に生息してるみたいだから。前にも来たことあるのか？まあ、この辺りはよく害獣が出るみたいだね。ついこの前ティーゼと一緒に討伐に向かったんだ。ついこの前か。どうしたの？まあ、いや、わざわざユージオと前一緒に行った場所に一人で行くってことに何か意味があるのかもと思ってな。そっか。ユージオ？いや、この前その獣退治に行ってからティーゼの様子がちょっとおかしくてさ。これまではだいたいいつもティーゼは遠出するとき僕にどこへ行くって教えてくれてたんだけど、最近はめっきり教えてくれなくて一人でどこかに行っちゃうことが増えたんだ。だからどうにもティーゼに避けられているような気がしてさ。避けられている？でもティーゼがユージを避けるってあんまり想像つかないけどな。でも本当なんだ。僕その獣退治の時に何か悪いことをしちゃったのかも。心当たりとかないのか？うん、それが考えてみたけどわからないんだ。そうだな、お人よしのユージオが人に何か悪いことをするって想像がつかないもんな。あ、ティーゼが立ち止まったぞ。あ、行き止まりになってて崖がある？そうなんだ、獣が出たっていう場所にはあの崖を登らなくちゃ先に進めなくて、幸い岩が出っ張ってついてるからそれを掴んで登れるようにはなってるんだけど、危ないだろ？確かに、ロッククライミング、まあ、じゃなくて崖登りは危険だな。うん、だからあの時僕がティーゼの後に続いてティーゼが落っこちそうになったら支えるって言ったんだけど。え？あれ？僕何か変なこと言った？それでティーゼはどういう反応だった？どうしてか先輩先に登ってくださいって何度も言われちゃって心配だけど渋々そうしたんだ。ティーゼはスカートだ、つまり後ろに続かれると
中が見えるのが嫌でそう頼んだんだろう。なのにこの純粋ユージオ君はその真意を理解せず、あくまでも善意で後ろに続こうとしたのだ。ユージオ、もしかしたらティーゼが冷たいのはそのせいかもしれないぞ。どうして？だって危ないじゃないか。確かに心配しすぎかもしれないけど。いや、そんな問題じゃなくてだな。うっしゃ。あ、ティーゼが崖を登ろうとしているよ。危ないから追っていかなくちゃ。ダメだユージオ、そんなことをしたのがバレたら今度こそ本当に嫌われるぞ。どうしてだい？だって危ないよユージオ。なんでお前はそんなにも純粋というか天然なんだ。もし本当の理由を伝えると、ユージは気にしすぎてティーゼに接する際戸惑うようになってしまうだろう。仕方ない、ここは理由を言わずごまかそう。いいかユージよ、あの崖の高さは俺たちの身長一つと半分ぐらいの高さだ。うん、そうだけど、つまり万が一あの一番上から落ちたとしても天命半損程度で済む。わかるな？わかるけど、天命半損なんてしちゃったらかなりの怪我になるよ。もしティーゼが落ちたら俺たちですぐに治療しよう。わかるな？ユージオ。よくわからないけど、わかったよ。君の言う通りにする。確か。わかったならよろしい。それじゃあ俺たちはティーゼが登り切ってから後に続こう。何かユージを止めることができた。はっ。ティーゼ、いい構えだ。おい、ティーゼに聞こえるぞ。あ、ごめん。また崖か。2本の縄が垂れてるけど。地元の人がこの辺りで狩りをする時のために崖登り用の縄を漆喰に結わえて垂らしてるみたいなんだ。あ、そういえばここでも。まさかお前、ここでもティーゼに先に登れって言ったのか。違うよ、この時は僕が安全確認のために先。どうやらユージオの用心深い性格がここでは功を奏したようだ。それで僕があの右側の縄を掴んで崖を登って、その時は問題がなかったからティーゼもその後に続いたんだ。だけど帰りに縄の天命が減っているのに気づいて、次は左側の縄を使おうと思ってたんだ。なるほどな。さてと。あ、ティーゼが右側の縄の方へ向かってる。まずいな、どうする。でも気づかれるわけにはいかないよ。だからこの石をティーゼに当たらないように縄の横から投げて、えい！うまく縄に当たったな。あれ？この縄もしかして天命が少ししか残ってない。左はどうか。左は大丈夫。じゃあこっちの縄を使おうっと。よかった、とっさの判断が効いたなユージは。うん、なんとかなって本当によかったよ。それじゃまたティーゼが登り切った後に俺たちも続こうか。うん、そうだね。なあユージオ、さっきのことだけどさ。なんだい？ティーゼに避けられてる理由、何か他に心当たりないのか？崖が原因かもしれないけど。崖をティーゼの後に登ろうとしたことがそんなに良くなかったのかな。良くなかったんだと思う。でも今はとりあえず崖から離れてくれ。ティーゼもユージオが恐ろしく純粋で悪意などみじんもないと分かっているはずだ。だからずっとそのことについて怒っているというのは考えられないからな。分からないけど、そうだね、あるとすれば大きな獣と出くわした時のことかな。あの日僕たちが最後に戦った相手は
かなり手強い獣でね、魔獣に勝るとも劣らない強さだった。僕たち途中まで二人で戦ってたんだけど、ティーゼがかなり天命を消耗しているから僕心配になってさ、ティーゼに後ろに下がっているように言って、結局一人で戦ってとどめを刺しちゃったんだ。なるほど、やっぱり避けられている原因はそっちかもな。そっかな、心配だったのはわかるけどさ、ティーゼは自分を鍛えたい一心でお前についてきたんだろ。うん、本当は分かってたんだ。ティーゼが最後まで僕についてこようと思えばついてこられたって。それでもやっぱり無茶をしてほしくなかったから、ただ指導生としてティーゼの上達を願うならちゃんと最後まで戦わせてあげるべきだったよ。まあユージオの気持ちはわかるぜ。俺も同じ状況だとロニエに同じことができたかどうかはわからないし、うん、ただユージオはちょっと過保護なのかもな。面倒見がいいんだけどたまに見すぎなのかも。もっと後輩の行動を受け入れて見守ることも必要なんじゃないか。そうだね、僕ティーゼにちゃんと謝ろうと思うよ。あとな、それがいいかもな。獣だ、ティーゼ囲まれてるぞ。今度こそちゃんと倒してみせるんだから。あの数一人で相手をできるかな。ユージは分かってる、見守るよ。はい、ティーゼ、おい、そうだ、見守らなくちゃ。私ちゃんと先輩の役に。はっ、随分と硬い敵だな。厳しいか。やっぱり無理だ、見ていられないよ。ユージは、ティーゼ、しょうがないな、ユージオ君は。ユージオ先輩に、キリト先輩、どうして。話は後だ、僕はこっち側の獣を倒す、ティーゼはそいつの相手をしてとどめを刺してくれ。はい、今度こそ必ず倒してみせます。それじゃあ俺はユージオ君のサポート、あ、じゃなくて補助をやるよ。わかりました、ではお二人ともよろしくお願いします。ジェネレトルミナセレネディスチャージ、ジェネレトルミナセレネディスチャージ、ディスチャージ、よし、
どうにか倒せたね。はい、お二人のおかげです。助けていただいてありがとうございました。確かにこいつらを一人で倒すのは無理があったな。ティーゼ、本当に無事でよかったよ。ご心配おかけしてすみません。でもお二人はどうしてここへ？ユージオと剣の修練に獣退治でもしようってことになって、たまたま行き先がティーゼと一緒だったんだよ。そうだったんですか。奇遇なこともあるものですね。ごめんティーゼ、本当は僕一人でティーゼが獣退治に向かったって聞いて心配で後をつけたんだ。ユージ、お前、人がせっかくフォローしたのになんてこと。それからどうしても僕ティーゼに謝りたいことがあったから。謝りたいこと？先輩が私にですか？うん、前にここへ来た時、さっきみたいな強い獣と二人で戦っただろう。あの時最後までティーゼを戦わせてあげなくてごめん。指導生としてちゃんとティーゼに戦わせてあげるべきだったのに間違ってたよ。少し僕はティーゼに過保護すぎた。本当にごめんね。許してくれるかい？許すなんて、そんな、私は全然そんなこと気にしてないですよ。でもティーゼ、僕のことを避けてなかったかい？避けているつもりはなかったんですけど、秘密にしたいことがあったので。秘密？はい、実はユージを先輩に黙って修練を積んで、今度こそああいう獣とちゃんと戦えるようになろうと思ったんです。そうだったの？確かにさっきのティーゼの戦い方は上達していたな。手を出してしまったとはいえ見事だった。そうですかね。まだまだですけど。それから前にここに来た時、崖とかがたくさんある地形で進むのに困っちゃったことがありました。なのでそういう地形になれることができるよう崖を登ったりする練習をしたかったんですよ。実際崖登り用の縄の点名を確認してから登ることができましたし、ちょっとは上達したかなって思います。そうだったんだ。確かにさっき石を投げて知らせたことは黙っておいた方が良さそうだ。でもそういう鍛錬をしていることをユージオ先輩に言ったらご心配をおかけしちゃいますし、何より知らない間に成長してユージオ先輩のことびっくりさせたかったんです。そうだったのか。はい、でも逆に先輩に心配をおかけしちゃいましたね。ごめんなさい。いいんだ、そういうことなら安心したよ。ティーゼに嫌われてなかったみたいでよかった。先輩を嫌うだなんてそんなことありえないですよ。もし、いえ最後のは気にしないでください。それにしても本当によく頑張ったねティーゼ。君は僕の自慢のそば好きだよ。やっぱり過保護は良くないね。僕の知らないところでこんなに努力していたなんて。これからはちゃんと何でも口を出さずにティーゼを見守るようにするよ。先輩、よかった、これでわだかまりは解けたみたいだな。そうだ、僕もう一つだけティーゼに謝らなくちゃいけないことがあるんだ。僕は戦闘の他にもいろいろティーゼに過保護になりすぎた。例えばティーゼが崖を登ろうとした時。ユージオ、セバ早く帰らないと。ベルクーリさんがユージオのことを待ってたぜ。そうなのかい？それでね、ティーゼ。ユージオ君、ちょっとこっちに来てくれるかい？痛いよ、引っ張らないで。ユージオ、いいか、何があっても崖の話だけはするな。
なんでだい？あの時も僕、過保護だったから謝らなくちゃ。いいから。お前がこれからティーゼを見守ることは十分に伝わった。だから言わなくていいんだ。わかった。わかったから。襟首をつかむのはやめてくれよ。あれ、先輩たち、どうしたんだろう。ああ、ティーゼ。俺の相棒が、これからも純粋さゆえに君を困らせるかもしれない。だがどうか、ユージを優しい目で見守ってやってくれ。お願いだ。